写真拡大。巨人の球団公式インスタグラムでは連日行われている選手たちの自主トレの様子を公開している。10日にアップした菅野智之投手の神業動画が話題となっている。抜群のコントロールはピッチングだけではなかった。菅野が持っていた1本のノックバット、塁間くらい離れた位置に離れて座っている相手に狙いを済ませて打球を放つと、これが見事にストライク。捕手が一歩も動くことなくボールがグラブに収まった。これには菅野本人も嬉しそう。撮影していたスタッフを指さして「見た?」と笑顔を浮かべている。約6秒の短い動画だが、多くの野球ファンがコメント「お見事、さすが、神業すぎて絶句」などと寄せられている。巨人は SNS で「シャープウィスファン」というハッシュタグをつけており、開幕を待つファンに少しでも練習の様子を届けようと努めている。フルカウント編集部。